皆さんこんにちは、えみです。コーチシステム開発のニュース閲覧ソフトマイニュース3の使い方の紹介、第14回目となる今回はニュースの本文中で使える便利なショートカットキーパート1です。使ってみましょう。通常カーソルモード、ニュース本文をカーソル移動するためのショートカットキーを紹介します。今回紹介するショートカットキーは、ニュース一覧よりエンターキーを押して本文を読み上げてからエスケープキーを押して読み上げを止めると使えます。右矢印キーを押して本文を読み上げた時には使えませんのでご注意ください。では日経トレンディネットの最新記事を読んでみます。和洋でめでたい簡単風お赤飯クリスマスプディング、かっこ日経トレンディネット、かっこ閉じ12月10日日曜日7時0分公開。はい、エンターキーを押すと読み始めますので、エスケープキーを押して止めます。本文、日本人であれば点、毎日食べているご飯のことなど知り尽くした気にもなるだろう、丸。そこで点、ご飯から作るちょっと変わったレシピを考案してみた、丸。連載のテーマはお米スイーツ、丸。今回は点、イギリスの伝統的クリスマス菓子、鍵、クリスマスプディング、鍵閉じを作ってみた、丸。黒カッコ、関連画像、黒カッコ閉じ、完成したプディングにリキュールを染み込ませて火をつけると、点、場が盛り上がること間違いなし、クリスマスプディングは、点、パス。本文中のカーソルの移動には、通常カーソルモードとフリーカーソルモードがあります。まずは初期設定の通常カーソルモードで動かしてみましょう。左矢印キーを押すと、直前の句読点までを読み上げます。クリスマスプディングは点。右矢印キーを押すと、次の句読点までを読み上げます。ドライフルーツやナッツの入ったケーキの一種、丸。上矢印キーを押すと、前の段落へ移動します。黒カッコ、関連画像、黒カッコ閉じ、日本人であれば点、毎日食べているご飯のことなど知り尽くした気にもなるだろう、丸。下矢印キーを押すと次の段落に移動します。黒カッコ、関連画像、黒カッコ閉じ、クリスマスプディングは点、ドライフルーツやナッツの入ったケーキの一種、丸。コントロールキーを押しながら左矢印キーを押すと前の文字に、右矢印キーを押すと次の文字に移動します。では次の文字に移動してみます。クリスマス、前の文字を読ませてみます。マスリーク、段落先頭改良しな、漢字の確認に便利です。コントロールキーを押しながら上矢印キーを押すと前の行に移動します。黒カッコ、関連画像、食ってみた、丸。コントロールキーを押しながら下矢印キーを押すと次の行に移動します。てみた、丸。黒カッコをつけると点、場が盛り上がること間違いなし。ちなみに拡大率によって1行あたりの文字数が変わります。ホームキーを押すと段落の先頭に移動します。段落先頭、黒カッコ。エンドキーを押すと段落の末尾に移動します。段落末尾改良。コントロールキーを押しながらホームキーを押すと本文の先頭に移動します。トップポジション、日曜日の日。本文の先頭に移動したときはトップポジションというふうに読まれます。コントロールキーを押しながらエンドキーを押すと本文の末尾に移動します。ラストポジション、本文の末尾に移動したときはラストポジションというふうに読まれます。次にフリーカーソルモードにするとどのような動きになるか見てみましょう。フリーカーソルモード、フリーカーソルモードは片手で操作するときに便利です。モード切り替えにはシフトキーを押しながらインサートキーを押します。フリーカーソルオフ、フリーカーソルオン。フリーカーソルモードで動かしてみましょう。左矢印キーを押すと前の文字に移動します。人物の人、人、本箱の本。右矢印キーを押すと次の文字に移動します。人物の人、人で、あ。上矢印キーを押すと前の行に移動します。日本人であれば点、毎日食べているご飯のことなど知り尽くした。下矢印キーを押すと
次の行に移動します。気にもなるだろう丸、そこシビを考案してみた丸、連載のテーマはお米スイーツ丸、今回は天いい。ホームキーを押すと行頭に移動します。行頭し。エンドキーを押すと行末に移動します。行末い。通常のカーソルモードでもフリーカーソルモードでもファンクションのキーを押すと現在のカーソル位置を音声で確認できます。3-38。3行目の38文字目にカーソルがあるようです。紹介したショートカットキーを使うとニュース本文をじっくり読むことができます。この動画で紹介したマイニュース3はプロジェクト UI でも取り扱っております。マイニュース3の動作環境は Windows 7.8.10 で、高知システム開発の画面読み上げソフト PC トーカーが入っているパソコンです。ネット上のニュースを閲覧するソフトのためインターネットに接続されていることも必要です。マイニュース3のご注文はプロジェクト UI で受けたまわっています。お問い合わせもお気軽にどうぞ。電話番号は 0852-32-8645 です。また製品の仕様などに関するお問い合わせは高知システム開発までお願いいたします。電話番号は 088-873-6500 です。次回は本文中で使えるショートカットキーパート2です。